皆さんと一緒に働き方とかお金のこととか就職のことについてもですね、いろいろとお話をしていきたいと思います。きっと皆さんこれから就職活動をするわけですけども、いろいろお不安に思っていること、わからないことあると思いますので、専門家の方、そして小宮先生にその質問をぶつけていきたいと思います。それではもう一方ご紹介しましょう。どうぞ。よろしくお願いします。実際に企業で採用を担当されている永江さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。プリントパックの新卒採用チーム永江と申します。よろしくお願いします。永江さんはもうとにかく日頃から学生さんと向き合ってお仕事をされているということですよね。はい、はい、そうですね。今の時期は皆さんも参加されたことあるかもしれませんが、インターンシップをいろんなところで開催させていただいてますので、特に大学3年生の方と今、うん、接しております、ね、ですから今もうまさにその就職活動真っ只中の学生さんたちと喋っているということですよね。はいはい、そうですね、はい、今日も3回生の方多かったからね。改めて今就職活動中ですという人手を挙げてください。これだけいらっしゃるわけですから、うん、ぜひ参考にしてもらいたいですし、2回生1回生の皆さんはこれからやっぱり就職活動に、ね、入るわけですから参考にしてください。で、皆さんの疑問質問をこちらでまとめさせていただきました。3つに絞っています。それがこちらです。はい、就活に向けた学生たちの悩みということで 1,2,3、うん、これを一つ一つお話伺っていきたいと思います。まず一つ目ですけども、自分が何の仕事に向いているのかわからない。これはもういわゆる根本の部分ですけども、うん、学生時代確かに自分が何に向いているのか、どんな仕事がしたいのか悩むこと多いと思いますけども、これに関しては永江さんはどのようにお考えですか？はい、やっぱりアルバイトされてる方もいらっしゃるかもしれませんが、正直自分が何に向いているのかってわからなくて当然だと思うんですよね。仕事ってしたことがない方の方が多いですから、分からなくてそれでいいと思うんですよね。ただ大事にしてほしいのは、どういう生き方をしていきたいのか、どんな仕事人生を歩んでいきたいのか、何のために仕事をというものを捉えて生きていきたいのかということをしっかりと考えていれば、どんな仕事でも任された時にまずそれを一生懸命頑張ってみようというふうに前向きに思えると思うんですよね。ですから最終的にそれが自分に向いた仕事になればいいと思いますので、まあ、いろんな会社さんとかいろんな仕事を見てみるところからスタートすればいいんじゃないのかなと思います。大学時代ってなかなか自分がこう仕事をするというイメージってリアルに描けなかったりしますから、皆さんが何に向いてるか確かにこれ分からなくて当たり前って言っていいんじゃないでしょうかね。私も就職活動を始めた時は正直全く分からずに、はい、もう手当たり次第にという感じでした。手当たり次第、はい、もうそれぐらいでも幅広げてアプローチした方がいいということですね。そうですね、うん、はい、今の永江さんの手当たり次第っていうのは結構よくって、まあ、皆さんアルバイトをしてるとかね、いろんなものを見てると思うけど、やっぱ私たちから見ると学生さんの視野って狭いんですよ。でね、3回生の人多かったけど、就活ってある意味ね、すごく皆さんラッキーなんですよ。どんな会社でも見ようと思えば見ることできるでしょ。だからね、もう社会見学だと思っていろんなものを見た方がいいです。でね、さっきも言ったけど視野がやはりね狭いんですよ。だからこれだと思っててももっと全然違うことっていうのがあり得るんですね。でそれと職種とそれからね働く会社によって雰囲気も全然違うから、もうできるだけ多くの会社の人と会う、できるだけ多くの会社に行くっていう、もうこれはね学生さんの特権だからそうした方がいいですよ。でその中でね、この会社いいなとかね、この仕事いいなっていうのを見っけてほしいと思います。最初は間口が広めに。そうですね、はい、僕は個人的なことなんですけども、立命館大学に通っている時はスポーツの仕事がしたいなと思ってて、まあ、スポーツといっても本当に幅広いと思います。いわゆるライター、新聞記者もありますし、でそんな中スポーツアナウンサーがいいんじゃないかなと思ってチャレンジしたんですね。で毎日放送にスポーツアナウンサーとして入社をして実際に現場に行って仕事を始めたんですけど、その時点で一つのその夢は叶ったんですが、だいたい入社して3年ぐらいでスポーツの仕事よりもバラエティが圧倒的に仕事が増えてきて、スポーツやめちゃったんですよ。結果向いてなかったんですね、スポーツアナウンサーは。けどもいざ仕事をしてみて初めて分かることもいっぱいある。で自分がやりたいこと、向いてると思ってたことが実はあれ
っちの方が向いてるな、違う方が向いてるなっていうことがね、いっぱい出てくると思うんですよ、うん、周りの人もね、よく見てるんですよ。やっぱこの人こっち行った方がいいんじゃないかなって、そういう時はね、とにかくね、やってみたらいいと思います、うん、なので就職活動だから、まあ当然会社、大人の人と向き合うわけですから緊張もしますし、ちゃんと考えなければっていうのは確かにあるんですけど、幅を狭めすぎない方がそうですね、かもしれませんね、はいはい、いや、とりあえずやってみる、チャレンジしてみるということで、皆さんも今あのバラエティ知人ブリッジで大ヒットですから、なんかバラエティの方が見てたみたい、見てるね、はい、スポーツもなんか探しててんけどね、うん、ちょっとのほほんとしてるバラエティの方が向いてると思います。あの皆さんも働き始めてからいろいろ変わると思いますので、はい、チャレンジしてください。